カナダラインはカナダバンクーバーにあるトランスリンクが運営するバンクーバースカイトレインの路線である。ウォーターフロント駅からリッチモンドのリッチモンドブリグハウス駅とイバーエアポート駅を結んでいる。他の2つのスカイトレイン路線とは異なりリニタモーター式の運行ではない。2010年のバンクーバーオリンピック開催に合わせバンクーバーの中心部と郊外のリッチモンドにある。 バンクーバー国際空港を結ぶ空港連絡鉄道として整備され2009年に開通した計画段階ではラブラインと呼ばれていた始発駅のウォーターフロント駅からマリンドライブ駅の手前までの区間は地下を走りその先は地上に出てフレーザー川を越えブリッジポート駅でリッチモンド市中心部へ向かってリッチモンドブリッグハウス駅まで行く本線と バンクーバー国際空港へ向かう空港支線の2つの路線に分かれている。2008年に建設された現代、ロテムが製造した20両の2両編成で運用が開始された。2020年末までにさらに12両の2両編成が導入される予定。空港敷地内での乗車には運賃が発生しないが、テンプルトーン駅からブリッジボート駅へ向かう場合には、 基本運賃に加え加算運賃が適用される。空港方面に向かう場合は基本運賃のみ発生する。空港敷地内で乗降する場合、自動券売機にて無料の切符を発行できる。ありがとうございます。